ジオできるもん。今回はスキードロップの梅野小春と鎌佐優衣がお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このラジオはこの世界はスキー色にあふれているがコンセプトの儚いアイドル像とは裏腹に、スキー色メンバーがゆるくトークやリスナーさんからのラジオメールも読んだりする15分ラジオです。イエーイ。イエーイ。さて、もう3月に入ってしまいましたね。あ、これ3月配信予定だから、もう早春だね。あっという間、今年度が終わりということですけど。確かに。え、小橋さん大丈夫ですか？単位的なもの。単位はですね、はい、私本当にまだわかんないんですけど、うん、私多分4月ぐらいにならないとわかんないんだけど、うん、なんか毎回オンラインが本当に取れなくて、オンライン科目みたいな。あ、ちょっとそれが、今年度というか後期、2年の後期も怪しいです。怪しい。え、そう、落としても大丈夫ですか？まあ、オンライン科目は大丈夫。あ、でも必修は取れてるはず。そう、じゃあ大丈夫ですね。じゃあ必修取れれば大丈夫。じゃあまだ2年生ですよね。2年生だから大丈夫ですね。え、2年で必修が終わるということで、うん、まあ、こうやって言ってたらね、こうやって言ってね、4年生とかに焦ってるかもしれない。そういう未来しか見えない。やばい、伏線回収しないでくださいね。回収しないです。え、カマロンは取れてた？順調に取れてます。テストなかったんですよね、うん、1年生の時とか。レポート全部課題、コロナで集まれないから。レポートきつくない？私レポートの方が絶対無理だった。何千字とか。あ、まあでもやればいいだけだから、なんか覚えなくていいから、それが楽だったかもしれない。テスト派だったな、うん、なんかテスト期間に なってやっと、うんうん、勉強のなんか欲が湧くんで、やる気スイッチが。今まで全然授業とかなんか、うん、つまんないなみたいな感じのが多かったのに、テスト期間になるとなんか教科書開いたりすると、うん、割と面白いやんみたいな感じになっちゃうんですよね。面白くなっちゃう。面白くなっちゃう。え、卒論とか頑張ってて？はい、もう出して、うん、今は単位もらえるかどうかの結果待ちみたいな期間。え、いつ結果？え、わかんないですよね。いつなんだろう。ああいうのって、はい、個人個人で違うの？結果、いや、同じ日にバッて出るんですけど、把握してない。シンプルに。いつなんでも分かんなくて、なんかメールが来るんですけど、うん、ずっとそわそわしてます。何も手につかない。この配信の3月4日にもしかしたら。絶対に決まってます。決まってる？はい。もしかしたら決まってる。もう絶対決まってる。ドキドキですね。怖いよ。怖いよ。多分大丈夫。ということで、はい。普通と読んでみましょうか。お願いします。はい、ラジオネーム飛んで火にいる夏の豚さん、ありがとうございます。ありがとうございます。スキー色な皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しいラジオを毎日欠かさず配置をしております。そして改めまして、梅野小春ちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どうか素敵な一年を過ごせますようにと毎日滝に打たれながら願っています。今日収録にいなかったら後で顔がいいって伝えておいてください。ありがとうございます。それはさておき、私は初めて小葉さんの生誕祭に参加したんです。なぜか私も前日から妙に緊張してきて、当日もなんだかそわそわして、前物販の時なんてドキドキがピークに達して、思わず小葉さん以外のメンバーのところにチェキ取りに行って気分を紛らわせちゃったりして、ライブが始まった時には手汗が出るどころか冷え切って手が震えてましたが、そこで開始10秒で記憶が消滅する楽しさでした。今かろうじて覚えているのはハッシュタグがとっても良かった気がすることと、さらに曲を好きになっている気持ち、そして生誕衣装がとても素敵だったという記憶です。きっと、特典会やショールームなどでもたくさん語ってきたかと思いますが、ぜひ YouTube に長く残せるこのラジオでも衣装のこだわりなどを聞かせていただけると嬉しいです。あー、嬉しい。ありがとうございます。衣装のこだわりか、うん、なんか私は去年は今年と全く違って緑基調の
なんかカントリーみたいな、うんうん、どっちかというと ロリータなのかな、そっち系の長めの丈で肌が隠れる感じのこのなんだよ生誕衣装だったんですけど、今年はあのデコルテを出したくて、うんうん、それで自分で初めてデザインしたんですけど、そうだからデコルテが見えるようになんていうのあれ、ワンショルダー、ワンショルダー、うん、そうめっちゃ可愛かった、嬉しい。あとなんかよくさ中華系のお洋服にさ、うん、なんて言うんだ、タッセル、タッセル全部知ってる、さすがカマロなんかタッセルっていうのをつけたくて、あれのなんだっけデザインが好きだから、うん、あれを入れたくて、かそうだからそれを入れたり、なんか私の好きとか自分の見せ、うん、長所、うんうん、デコルテとか長所を見せるためにデザインしました、うん、めっちゃ似合ってました嬉しい、ちょっと恥ずかしかったずっと言ってた、大丈夫かな大丈夫かなってしかもなんか結構さ丈が思ったより短くて、うん、そう、それもねドキドキしちゃった、うん、なんか大人かわいいって感じで、二十歳ぴったり、めっちゃぴったりで可愛かったです。え、なんかカマロンもどういう何衣装を選ぶのかめっちゃ気になる、もし自分が着るなら、うん、そうか、カマロンは王道王道系を行きそう、王道とか、うん、ちょっとかっこいい系とか、うん、行きそうだなって、いろいろ着たい衣装はありますね。ある、え、あります、考えてる、え、もう頭の中、うん、なんか他のアイドルさんとか新衣装出るたびにちょっと考えちゃいますね、うん、かわいい、かっこいいなりたいって、楽しみ、めっちゃ楽しみ、皆さんカマロンの生誕も楽しみにしていましょうね。じゃあ圧が圧がということで、はい、コーナーに行きましょう、はい、梅野さんタイトルコールお願いします。梅野小春のキャラをください。キャラの多い月色でシャイをかましている梅野さんにこのキャラやってみなよと送ってもらうコーナーです。はい、さあリスナーさんからメールがたくさん届いているので早速参りましょう。はい、ラジオネーム峠のよもぎもちさん、はい、小春ちゃんいいかい、アイドルとしての人気は力で奪い取るんだ、そう世の中力こそ正義なんだ、二の腕二頭筋を見せつけるようにポーズを取りながら白い歯を見せてにっこり微笑んでからの一言ということです二の腕を見せてから、はい、二の腕、上腕二頭筋だった、上腕二頭筋間違えた、二の腕じゃなかった、なんか混ざっちゃった間違った、何言ってんだ二の腕見せなきゃダメなのかこの季節に。そうですね、面白いですね、上腕二頭筋ってここですよね、まあ二の腕ってことですよねえ、歯を見せてにっこり微笑んでからの一言映像がまあ、使われるかわからないのですが、はい、そうね、いけますか、これ赤い部分はあれかな、考えてくれたのか、はい、多分そうですね、あ、これか、これを一言で、それをやばい、なんか変なキャラなんですけどお願いします、はい、いけますね、はい、いやーすごいでしょ、私の上腕二頭筋、毎日お風呂で自分の筋肉に見惚れちゃうんですよ、筋肉が自己肯定感を爆上げしてくれるんです、キランキランキラン、なんだこれ、キランキラン私は何をやらされているのでしょうか、本当に皆さん、いい頼みましたよやだ、脳筋キャラってことですか、真反対ですね、上腕二頭筋キャラでも確かにスキー色の中では私は筋肉がある方だと勝手に思っている、うん、なんかスポーツしてたからかな、そんな気がします、だってスキー色みんなさあれだよね、吹奏楽部、うん、多かったから、コアさんの足すぐ分かります、うん、恥ずかしい今度なんだっけあれ、わだちわだちのサムネ膝下でメンバーが分かるんですけど、うん、私
じゃあ今度これを母さんすぐ分かった。みんなこれ絶対これね聞いている方は当ててもらってカマラに正解を聞きに行ってください。正解。私でも分かんなかった、ね。え、分かります。筋肉のつき方が違うから、うん、分かるんですよ。スポーツしてた人の筋肉だった。うん、綺麗です、ですめっちゃ足首細いのに、うん、あそう綺麗なんですよね。確かに運動部あるあるだよね。では次のメール読んでいきます。はい、ラジオネームクラゲ聞き放題さんありがとうございます。ありがとうございます。小葉さん、相方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。出会った君への MV で可憐な制服姿を披露した梅野かはるさん、逆に 熱血教師キャラなんていかがでしょうか。だらけた生徒かっこオタクにカツを入れてほしいですとのことです。私が一番向いていないキャラです。でもいつもなんかこういうの YouTube でやらされてます、ね、それはまだ台本あるからいいとして。熱血教師キャラなんて言うんだろうな。熱血教師って、熱血教師か、GTO とかのイメージなんです。 GTO わかる、ドラマ。熱血教師。でも私大体私が担当してもらう担任の先生って大体熱血教師だったから、それは思い出せばいいのかな。うんうん。だらけたオタクにカツを入れ、ほうほうほう。じゃあはい、やってみます。はい、お願いします。お前らだらけて家でゴロゴロするんじゃなくてもっとライブに来い。キャはい、すごい。これが熱血アイドルです。熱血だわ。そうですね、やっぱだらけてるのは良くないですよね。良、うん、くない、はい、だらけて、まあ、ゴロゴロしたのもいいんですけど、ライブに来るということ、はい、オタクがするべきことはライブに行くことということですね。はい、その通りでございます。在宅アドバイスるとめっちゃ面白い。めっちゃ。では次のお便りいきます。はい、ラジオネームリュウマ F さん、スキーロドロップの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しくスキーロさんのラジオを聞いております。はい、キャラがないと言われている梅野小春さんにぜひ見せてもらいたいキャラがあります。はい、それは野心系の小春さんです。野心系の何野心家、野心家の梅野小春さんです。野心家、何野心家って。どんな感じだ。梅野小春、名前の一部を切り取った他のメンバーさんに遠慮気味の小春さんにはいいキャラだと思います。例として言えば、私以外のメンバーを見る前にまずはこんな可愛い私を見て、そしたら特典会特別な可愛い私を見せてあげるみたいな感じです。とのことです。やばい、確かにちょっと私遠慮気味になっちゃうから。野心家ね、そっか。なんか結構あのファンの方々こういう系も好きですよね。うん、てかカマロンさ、どっちかというとこっちじゃない？そんなことないような。あざといじゃん。え、でも母さんのがあざといって言われてますので。うん、いいえ。張り合っちゃってね、いつも。あざとくないって。そうですね。セリフが出てこないな、パッと。あざといこと。あざといこと。あざとめな野心家？強め女子ってことですか？強気な女の子。え、すごい。待って。梅野小春の名前。え、そう。野心って入ってたの。真逆な一言でやばい。すごい、鍵括弧で強調されてる。じゃあやってみますかね。はい、お願いします。はい、今日のライブ中他のメンバー見てたでしょ、なんで私のこと見てくれないの。もっと私を一途にさせてあげる。きつい。カットしたいぐらい。カットしたい。いや、もうこれはみんな一途ですよ、小葉さんに。最後のアーケールはパクらせていただきました。いいお便り。はい、いいお便りでした。すごいね、野心ってうまいね。うん、すごい着眼点がすごい。ね、さすがですわ。はい、ということで梅野小春のキャラをくださいでした。スキーロちゃんラジオできるもんでは皆さんからのメールをお待ちしております。我々への普通おたコーナーメールをお送りください。
全部あ、間違えた。ここからメールの宛先はドロップハアットマーク gmail.com、 ドロップハアットマーク gmail.com です。全部小文字で DROPUHA です。 X でも感想をぜひつぶやいてください。よろしくお願いします。お願いします。イエーイイエーイいやちょっとなんか私のことばっか喋ったからカマロンのこともいっぱい喋りたかったな。そんなことない。でも初めてこれです。本当？はい。こんな感じなんですね。うん、うん。この前あれかカマロンのキャラじゃない。でもあれもキャラ系だよね。キャラ系ですね。あれ本当に面白くてさ、私大好きなの。え、何がかっこいいですか今のところ？やっぱりゲソうまいです。元祖がやっぱ一番なんですね。元祖やっぱいいね。ゲソ梅だって急にさあれタイムライン流れてきたらびっくりしちゃうよ。いやでもなんか私が、うん、なんかラジオじゃなくて本当に私が言ってると思ってる人がたくさんいるんですよ。うん、ですよね。たくさんいる。だから本当にカマロのキャラがおかしくなってしまう。えでもあれめっちゃ伸びてなんかそういう系やっぱ。伸びます。ギャップで伸びるよね。ギャップなのかな、やっぱいい効果かもしれない。うん、めっちゃいいと思うあれは。では、はい、さあ今回もステッカーがもらえる最も良かったメール MVM を決めていきましょう。はい、4通だったかな。4通。1、2、3、普通歌も、どこだ、これだ。どうだろうな、 MVM ちょっと考えますね。生誕祭のお話と、うんうんうん、ジョーマニー東京とこれだね。野心かな。野心か。普通と、悩みますな。悩みますね。悩みますな。じゃあまあ発表しますか。発表しましょう。はい、それでは今回の MVM はラジオネームリューマン F さんです。おめでとうございます。はい、リューマン F さんには当選メールをスタッフから返信するので、その画面を現場で近藤マネージャーもしくはほのかマネージャーに見せてステッカーをもらってください。はい、お願いします。お願いします。はい、ここでスキールドロップからの告知です。今が3月4日なので、次重要ライブといえばやはり4月21日の品川ステラボールスキールドロップの単独公演ですね。はい、花の便りの儚さが、ステラボールで、品川ステラボールで行われますので、こちら絶対に絶対に見届けてください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回はここまで。お相手は梅野小春と鎌下結衣でした。バイバーイ。